はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はですね、暑い夏でも日持ちがする部屋のね、雰囲気を良くする枝物トップ3を皆さんに教えたいと思います。はい、ご存知の方はいらっしゃるかと思いますが、この枝物葉物関連は僕の一番の専門分野なんですね。まあこの専門分野だけでも、専門書だけで5冊著書があります。はい、なのでちょっとねここで皆さんにこの枝物をね長持ちする方法とかの芯の方法とかも教えたいと思いますので、ぜひね最後までご覧ください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、さすがにねこれだけ暑い日が続くとですね、枝物といえどもそんなにこう日持ちがしないものが多いんですね。ただ今日ね僕が皆さんに紹介する3つの枝物はどんな過酷な条件でも3週間は持ちます。そしてね例えばクーラーを入れてあげるとかそういうケアをしてあげればもう1月2月と持つ枝物ですので、ぜひこの枝物で夏は乗り切ってください。はい、そしてね枝物のこうケアですね、この水揚げの方法とか、そういうものも今実際にね枝物を使って皆さんに、お見せしますので、そちらの方もぜひ覚えておいてください。ではね早速その3つの枝物を紹介していきます。はい、まず第1つ目がアセボですね、まあ、アセビとも言います。こちらの枝物はですね本当によく持ちますが、サイズがねすごい短いものとすごい大きいものとあります。ただこの短いものに関してははっきり言ってそんなに持たないです。ただ僕の背丈以上ぐらいのものになりますと、まあ、基本的にやっぱりさっき言ったように3週間は日持ちします。はい、はい、ただねこのアセビという枝物はですねこう後でねちょっと皆さんにお見せしますけど、こう溜めるっていうね枝をね加工していく技術があるんですけど、それがあんまり効かないんですね。だからこうバキッと折れちゃうんですね。そして折れるともうそこから水が下がってしまいますので、まあ、アセビに関してはですね基本的にこうハサミを入れてね樹形を整えていく枝取りという手法で枝を整えて飾ってあげると、とてもねインテリアでかっこいい枝物となります。ただねそのままねこうバンと飾ってもこの様にはなりますので、もしねその枝取りとかそういうテクニックがねないよっていう人はそのまま飾ってあげてもいいと思います。はい、はい、次にね日持ちする枝物はノバラですね。はい、このねノバラという枝物はまあこう樹形的にはこうやってね傾いていくんですね。一方方向にこう反ってる感じですね。反ってる感じの枝物です。まあ、この枝物ももう本当にこう日持ちして、だいたいねこの例えばアセビは葉っぱがねこうバラバラとやっぱ落ちていくんですけれども、野バラに関しては、まあ、実なんですけどね、これはね実なんですけど、この実がこうしぼんでいくんですね。ただ、まあ、そのままこうドライフラワーみたいになっていってしまうので、こうバラバラね実が落ちたりとかそういうことはありませんので、まあ、このまんまの樹形でとにかくずっと日持ちしていく枝物です。ただ形としてはねやっぱりこういう風に、まあ、釣り竿みたいな感じですね、釣り竿みたいな感じになっていくので、まあ、そういう飾り方しかやっぱりできないんですね。例えばアセビとかでしたらこう上にこうやってね、要するに四方八方に枝が伸びていく感じにもいけられますよね。ただ野花の場合は、まあ、例えばね本数を入れてこうぐるっとこういうふうに回るようにいけていけば、まあ、四方八方にいけることができますけれども、まあ、1本でっていうことになるとこう釣り竿みたいな形になっちゃうんですね。まあ、そのあたりはそこを考慮してね、例えばすごい口の細いね花瓶に1本飾るんでしたら、そのままシュッとこう上で空間をね取るように飾ってあげてもかっこいいですし、やっぱり数本ね飾るんでしたら、まあ、こうやっぱり空間のねあちこちにねこの釣り竿のような形を利用して四方八方に散らしていってもいいですし、形の特性をね生かしていくととってもこの枝物の特徴を得られた素敵なねインテリアに、なると思いますので、ぜひね皆さん試してみてください。
はい、3番目はこのドウダンツツジですね。このドウダンツツジは皆さんね結構ね人気があってですね、あこれは私も飾りたいっていう人結構たくさんいると思います。また飾ってありますっていう人もねたくさんいると思います。まあ、この枝物に関してはさっき言ったね溜めるっていう技、ここの樹形をね例えば溜めるっていうのはここをこうやって曲げて自分の好きな形にこの枝をねすることができるんですね。でそのように形を整えることができます。で例えば枝取りっていうのはこういうハサミを使ってこういう枝をねこうやって切ってここのね樹形を整えていくんですね。自分でねこの枝いらないよと思ったらこの枝をバシッと切ってなくしてしまうとか、まあ、そういう風にしていくのが枝取りというテクニックです。でただまあドウダンツツジに関してもさっきのアセビと一緒でねこのままボンと入れてもとってもこう涼しげですよね。でこの枝に関しても3週間以上はね確実に持ちますので、まあ本当にこう爽やかなねインテリアとして一年中飾っておくことが、ね、できるようなものです。でただ、まあ、こちらのドウダンツツジね今、まあ、夏に飾る枝物の紹介で見せてますからいいんですけれども、これ、ね、初夏から出て秋まで実はあるんですね。で初夏の頃っていうのは芽吹きの状態なんですね。で芽吹きの状態のドウダンっていうのは割とそんなに持たないんですよ。実は日持ちしないん であとねさっき言った溜めるという手法でちょっと折れると今の時期ですと少しぐらい折れてもこれ折りだめっていうのは効いてドウダンツツジ水が上がるんですけれども、初夏の頃のドウダンツツジは折りだめすると、まあ、そこから水が下がりますのでそれは気をつけてください。あとですねこのドウダンツツジって秋になるとものすごく綺麗に紅葉します。で紅葉したドウダンなんかもめちゃくちゃ綺麗なんですけど、ただ紅葉したドウダンは3日ぐらいしか持たないんで、まあ、そこは注意してください。今のドウダンはものすごくよく持ちます、例えば3週間から、ね、1ヶ月とか、下手したらもう2ヶ月近く持つドウダンもありますけれども、紅葉したドウダンは3日しか持ちませんからね。ただ紅葉でも黄色とか赤くねすごいこう華やかに紅葉してるドウダンは持たないんですが、こうちょっとドス黒く紅葉してるちょっとねなんて言ったらいいのかな茶色っぽく紅葉している銅弾が今出てくるんですね。その銅弾に関しては、まあ、この銅弾と同じぐらいの日持ちがしますので、まあ、そこの紅葉はねちょっとね、分けて考えた方がいいです、はい。ではねちょっとこの銅弾を使って今ねどのように水揚げをしていったら枝物が日持ちするのかを皆さんに教えたいと思います。結構ね他の水揚げの動画、枝物の水揚げの動画出てるんですけども間違ってることも多いんで、これが真実の方法なんでぜひ覚えていってください。はい、こちら今ねドウダンツツジの根元です。よくね見てると皮を剥くっていう人がこういうナイフでここのね皮をこうやって剥けば上がりますよみたいなこと言ってる人います。まあ確かにこれでもまあ上がるっちゃあるんですけど、これだと不十分です。元気なくなること半分ぐらいの確率であります。これではダメなんですよね。このハサミでここの根元をここでねこういう風に真っ二つにバキッとこう入れてあげるんですね。でここで割りを入れますね。こうやってこういう状態ですね。こういう状態にしてまあ欲を言えばですね、ここからここの部分をこういう風に切ってあげると、ここ今枝物のこういう中の部分が出てきますよね。この状態にしてあげるとものすごく水が上がります。皮むくだけだと結構こういう太い枝になってくると不十分ですので、このような状態にしてあげてください。もっと太い枝あるんですよ。もっと太い枝の場合はもう基本ナタでこう結構ねこの表面だけじゃなくて奥の方まで削いでいくといかないと水が上がらないので、そこのところは注意してあげてください。これがね真の方法なんで覚えておいてください。に水揚げしてあげてください。まあドウダンツツジ例えばねこんなガラスの器ありますよね。こんなガラスの器に、まあ、ほんとこう
はい、こうやってね飾ってあげるだけですごいこうかっこいいの分かります？あのちょっとこう少し台高い台の上からポーンと上げてあげると、あのさっきの僕が下で持ってた枝の雰囲気よりも数倍こう大きく見えるでしょ、だからちょっとこう台の上にね上げてこういう風に飾ってあげると、もうこれだけですごいインテリ、まあ、だから例えばどんな広いお店でも、まあ、こういうねガラスの花瓶とか、まあ、僕ねガラスの花瓶いいと思うんですよね。銅壇細いガラスの花瓶だとこの茎も見えるじゃないですか、銅壇のね。だからこの茎を見せてあげるとこう背の高さがね結構強調されるんで、あの全てこの銅壇のフォルムがねあのよく見えるようになります。だからこれもねところどころにポン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 と1本ずつね置いてあげると、まあ、それだけでレストランの装飾とかものすごく雰囲気が良くなりますので、あのぜひねそういうような形で飾ってあげてみてください。あの銅壇筋ね、まあ、ほんと今の時期、そういう意味では効果大ですので、まあ、涼しげですし、あのインテリアとしてこう格好もいいですし、あのやっぱりねこの店の中にグリーンがあるっていうのはとても素晴らしいことなんで、まあ、このようなもう100号は一気にしかすですね、このような感じで飾ってみてあげてください。かなり遠いですね。はいはい、皆さんいかがだったでしょうか。今日はね皆さんに3つの、夏に日持ちする枝物を紹介しました。この3つの枝物でしたらもうこの夏暑いね8月、まあ多分9月も暑いと思いますけど、8月9月は確実に乗り切れると思いますので、ぜひねあのこの枝物を飾って乗り切ってください。はい、あのとてもね素敵です。お家の中にあのレストランとかじゃなくてねご家庭の中で飾ってもとっても綺麗ですし、特に今花物ね持たない時期ですので、まあ、こういう枝物でドーンとこう大きさを出して花物はね少しにするとかね、あと今度ねまた次の動画では葉物の特集もしようと思ってるんですけれども、あのそういう葉物とか枝物でねこの暑い夏を乗り切るというのはねとてもいいことですので、ぜひねそれで乗り切ってみてください。はい、ここでちょっと一つ補足をします。ですね、先ほどこう水揚げの、ね、ところでこういう風にすると水が上がりますよというふうに言いました。それプラスですね、あとね本来こう毎日ねお水をね変えられればベストなんですけれども、なかなかやっぱりねあのこういうお水を毎日変えることって難しいですよね。で特にこう枝物だけで飾ってる場合ってそれほどこうお水が傷むことはないので、ただそこに、皆さん多分ご家庭にキッチンハイターってありますよね。キッチンハイターを例えばこういうところのお水にね数滴垂らしておくんですね。そうすると、格段に日持ちしますので、ぜひねそのようにしてみてください。なぜならですね、あの基本的にお花とかってこのお水の中に湧くバクテリアで導火が詰まってあの水が上がらなくなってしまうんですね。なのでこの水の中に夏は特にそのバクテリアが湧きやすいので、バクテリアを沸かさないための工夫をしなければいけないんです。それにはハイターとか塩素系のものを少し垂らしておくとですね、この中 の, あのバクテリアが湧かないので毎日お水を変えなくても大丈夫になります。なのでね、もう毎日こうお水が変えられないよっていう人はこの中に数滴ハイターを垂らしておいてください。数滴でいいですからね、まあ、それ以上あげるとあの逆にこう悪い影響を与えてしまうこともありますので、ぜひそのようにしてみてください。まあ、あとね花によっては酸性がダメな花もありますので、あのお花に使う場合はちょっと要注意なんですけれども、この枝物に関しては大丈夫ですので、ぜひやってみてください。はいはい、今日はこちらの枝物トップ3を皆さんにお持ちしました。この動画がね良かったよという方はぜひグッドボタンを押してください。よろしくお願いします。あとねチャンネル登録をしてくださる方が増えてとても励みになっております。なのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとね N フラワー、僕ね N フラワーでこういう枝物とか葉物を中心とした、全国スクールの今ね学校長というか理事長をやっております。
なのでぜひねこの素敵なねフラワーアレンジメント、例えば花束とかフラワーアレンジメントが習いたいよという方はぜひ N フラワーで習ってみてください。今の時期は特にね通信講座もやっておりますので、ご自宅でね手軽に通信講座で受けることもできますので、ぜひね N フラワーのホームページをご覧くださいませ。はい、ではね、また次回、次の動画でお会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。